皆様こんにちは。今回は Google マップの情報が間違っているときに修正提案をする方法についてご紹介させていただきます。 Google マップはお店や施設などの場所だけでなく、営業時間や口コミ情報などの詳細も確認できる便利なサービスです。しかし、たまに掲載情報や場所を示すマーカーの位置が間違っていることもあります。そんな時、掲載情報やマーカーの位置を修正するための提案を手軽に Google へ送信することができます。修正提案は Google アカウントにログインしていることが前提です。修正提案の方法は、まず修正する施設のマーカーをクリックし、画面左側に出てきた店舗詳細の情報の修正を提案をクリックします。そして間違っている情報をクリックして、正しい情報を入力したり、営業時間などの新たな情報を入力します。マーカーの位置が間違っている場合は、正しい住所を入力するほかに、マーカーをドラッグ&ドロップで Google マップ上の正しい位置に移動させることもできます。入力が完了したら送信をクリックします。情報を送信すると Google からメールが送られてくるので、これで修正提案は完了です。修正した情報はすぐに反映されるわけではなく、 Google で審査が行われ、採用されるかが判断されます。ちなみに今回の Google マップの情報修正提案は、 Android や iOS の Google マップアプリからも行うことができます。 Google マップの情報を正しく修正することで、他のユーザーへの手助けにもつながるので、ぜひ積極的に正しい情報の修正提案をしていってください。以上、 Google マップの情報修正提案方法のご紹介でした。